トゥールのマルティヌスは、キリスト教の聖人である。殉教をせずに劣勢された初めての人物で、ヨーロッパ発の聖人でもある。日本のカトリック教会では、聖マルチの司教と表記される。316年頃、ローマ帝国領パンノニア州サバリアに生まれる。397年に、トゥーレーヌのカンドで没。 ローマ帝国軍の将校であった父の天人で子供の頃パビーアへ移住し、後にローマ軍に入隊した。所属する連隊がしばらくしてガリアのアミアンに派遣された時、マントの伝説が起こる。ある非常に寒い日、アミアンの縄文でマルティヌスはハンナで震えている物語を見た。彼を気の毒に思ったマルティヌスはマントを二つに引き裂いて、 半分を物乞いに与えた。この物乞いはイエスキリストであったと言われ、これが受選のきっかけとなり、その後軍を除隊した。マルティヌスが持っていた方の半分は、聖マルティヌスのマントとして、フランク王国の歴代国王の礼拝堂に保管された。ちなみに、フランクの王朝、カペー朝は、マントを意味する、ケープにちなんでいる。礼拝堂も、 もともとはマントを保管した場所という意味である。除退すると、マルティヌスは、聖ヒラリウスの弟子となるために、ポワティエに向かうも、その前に、両親のいるロンバルディアに行こうとした。しかしアリウス派の信奉者が多く、カトリックを敵視していたため、ガリアへ戻ろうとしたが、アリウス派の勢力により、聖ヒラリウスが追放されたことを知り、ティベニア湾に浮かぶガリナリア島に逃れた。 その後の直令により、聖ヒラリウスがガリアに戻ったのを知ったマルティヌスは、ポワティエに急ぎ、361年、ポワティエから少し離れた地域を強化する許可を得て、多くの修道士が彼の周りに集まった。これが、製法協会発の修道院、リグージェ修道院である。マルティヌスは、伝道活動も積極的で、病気を治療したとも言われている。 371年に、トゥールの二代目の司教である聖、リドリウスが亡くなり、聖職者たちは、マルティヌスに、新たな司教への就任を求めたが、あまり乗り気でなかったため、策略が施された。ある、トゥールの市民が、マルティヌスの元を訪れ、式が近い妻に会ってやってほしいと言って、共に、トゥールの町に入ったところを、人々の喝采が出迎えたのである。 司教となった後も、彼は、マルムーティエ修道院を作り、トゥーレーヌ一帯のキリスト教家の拠点とした。また、司教管区を離れて、現イツ領のトリイアに足を運ぶこともあった。ここは、ローマの皇帝たちが屋敷を構えたところで、ここで皇帝に、犯罪者への許しを請うこともした。異端者とされたイベリア半島の聖職者、プリスキーアーヌスへの許しをも願ったが、 結局は残守の刑に処せられ、マルティヌスはそのことを大いに嘆いたという。コルマールの聖マルティヌス教会ローマへの最後の訪問の後、マルティヌスはカンドに行き、そこで81歳で没した。没年は397年とも400年とも言われる。その謙遜と禁欲を重視した生き方は、人々の崇拝の対象となり、偉大な聖人と称えられた。 存命中、あるいは死後に起きた奇跡についての記録も多く、多くの教会や礼拝堂が奉納され、また聖マルティヌスにちなんだ地名も多い。彼の遺体はトゥールに埋葬され、その上に質素な礼拝堂が建てられた。後にそれは大聖堂となり、1014年にさらに拡張されたが、1230年に火災で焼け落ちた。その後さらに拡張され、 巡礼の中心地となるも宗教改革により破壊された。教会法にのっとり復元されたものの、今度はフランス革命で大部分が取り壊され、聖堂の跡地には道路が作られた。その後聖堂はマニャン大司教により、小ぶりながらも再建された。また、1860年の12月、聖マルティヌスの墓所の遺跡からいくつかの破片が見つかった。これらは、 現在は、聖堂の中に、誰にもわからない形で収められている。聖法教会での生命祝日は11月11日である。この日は明日とも、埋葬された人も、また誕生日であるとも言われている。ロワールのブドウ畑フランス、ドイツの守護聖人である。また、騎士や兵士、毛織物関連業者、靴や物乞家畜、そして、 ホテル経営者の守護聖人でもある。ロアール川流域でのブドウ栽培の先駆者としても知られ、イタリアではワインの守護聖人ともなっている。また、名帝を避けたい時にも、この聖人に祈りを捧げる。a b c 八北に良子、キリスト教祭時期知っておきたい教会の文化平凡者、新書、2003年、238から241ページ。 abc ラウドテ成人カレンダー聖パウロ女子修道会2015年10月12日閲覧 abcd イ上田茂ダヨーロッパの神と祭りから光と闇の修俗早稲田大学出版部1995年325ページ聖マルタンについてヨーロッパ祭時期 x4 トゥールからの使いを避けるためガチョウ小屋に身を隠してところ ガチョウが騒いだため居場所を知られ、司教職に着くことになり、そのため、マルティヌスの祝日にガチョウを食べるようになったという、俗説もある。各国今時報告ドイツごちそうは、ガチョウの丸焼き、カトリックエンサイクロペディア、ストリート、マーチン・オブ・ツアーズ。ありがとうございます。